ポイントとしては左右差をなくすことだね。調整する。で、私は、ドラムの調整をするときにまず室内で、ハンドブレーキ、まあ、パーキングのブレーキを緩める、スカスカにするって感じだね。そっから私はスタートするね。